あれから2年。まずは立体機動術の基本、移動からだ。立体機動装置で目標地点まで移動しろ。これができなきゃ話にならねえ。やってやる。ガスを吹かせば高速で動くことが可能だ。限りあるガスを有効に活かせ。戦闘中にガス切れになったらまずいもんな。ガスの残量に注意しておかねえと。立体機動をうまくこなせなきゃ巨人なんか相手にできねえぞ。よし、いいだろう。これで貴様らでもおとりくらいは務まるはずだ。次は巨人を模した目標に対する攻撃訓練だ。まずは小さい巨人からやってもらう。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。遅い。実際の戦場でそのざまではすぐに巨人の胃袋行きだぞ。次は大型の巨人に対する攻撃訓練だ。イエーガー、何をもたついている。そんなに巨人の餌になりたいか。はい。
いだろう。刃は攻撃すればガスは吹かせば消耗する。刃の乾燥とガスの補充は戦闘に必須である。以上を踏まえ実戦を想定した訓練を行う。各自判断して必要があれば補給しろ。訓練兵、刃とガスはここで補給できるぞ。足りなくなったらすぐにここへ来い。巨人討伐技術を見せてもらう。これから目標が複数体出現する。時間内に可能な限り多くの部位を攻撃しろ。よし、他の奴らより早く目標を見つけて部位を片っ端から削いでやるぞ。俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいことを言いますね。じゃあ獲物を奪うのに作法が必要ですか。そうだ、取られるお前が悪い。キース教官が見てると思うと緊張して実力出せないよ。弱音吐いてるとまた教官にどやされるぞ。負けないからな、ヘレン。おう、俺だってトーマスには負けねえよ。
刃とガスはまだ大丈夫？補給を忘れないようにね。ありがとうクリスタ、お前も頑張れよな。苦手だけど頑張らなきゃ。アルミ、お前ならやれるって。俺も手は抜かねえけどな。大丈夫。余計なことはすんなよな。お前はお前で全力を尽くせよ。訓練だからって手は抜くなよ。助かった。それが兵士としての責任ってやつだ。分かってるよ。他の奴らに負けたくもねえしな。
終了。今回の訓練の最優秀成績者を発表する。エレン・イエーガー、お前が1位だ。やったやったぞ、1位だ。おのおの今回の結果を踏まえ、さらに訓練に励め。解散。